おはようございます。かおりです。昨日は絵本のお話を紹介したところ、コメントをね、何人かの方にいただいて、人それぞれ見どころが違うっていうかね、チェックポイントが違うというか、皆さんの感想を持ち寄って、そのパンドロボーさんのね、お話の作者が伝えたかったってことがね、もうかなり見えてきて、ありがたいとともにね、とても面白いなって思いました。で、私のこの心の科学のお話は、若干わかりにくさもあり、コメントがない日がね、多いですね。で、私は、それはそれで、安心っていうか、ほっとしてるというか、心の科学に関してはね、全然コメントがないことは平気というか、むしろない方がいいっていうね、ちょっと変なね、変な言い方ですけれど、で、昨日はね、お話が分かりやすかったっていうこともあったのか、いつもよりも多くの方にコメントをいただいて、でね、その感想がすごく秀逸で、でね、一つ私にすごく刺さった感想が、パンドロボーさんは、パン屋さんに許してもらったから泥棒をやめられたという感想がね、すごくね、刺さりました。あ、この絵本は子供に、許すって大切なんだよとかね、人は許されるとすごく変わるんだよっていう、その一つのテーマもね、大きくあったんじゃないかなっていうね。はい、それでね、昨日は私は続きを読んできまして実はまだね、続きがあったんですよね。で、じゃあパンドロボーさんがパン屋さんで働き始めましたね。それで村のパン屋さんでした。それはね、世界一美味しい村のパン屋さんに、パンドロボーであるネズミさんは、就職をして働いていたのですが、ある日その村のパン屋さんの工場がね、もうめちゃくちゃに荒らされてしまいましたというね、でその犯人を、そのパンドロボーの、ネズミさんと言いますね、ネズミさんは探したら犯人が分かりました。で、その村のパン屋さんの工場をめちゃくちゃに荒らして帰っていったのは、町のパン屋さんの猫さんでした。で、じゃあ猫さんはね、なんでそんなことをしたのと聞いたら、村のパン屋さんがすごく人気者で、なのに、うちのパン屋さんは売れません。それでちょっと憎らしくなって、やってしまいました。あともう一つの理由は、もうすぐパン祭りがあり、そこにうちも出店したいのだけれど、きっと村のパン屋さんが人気を博してしまって、うちは目立たないであろうから、もろもろこう嫉妬心があって、じゃあ村のパン屋さんがパン祭りにも出店できないようにという意図も込めて荒らしましたという、その告白を聞いてね、そこでね、またね、また許しがあったんですよね。あ、そうか、この絵本のシリーズのテーマは、あ、やっぱり許しなんだなということが2作目を読んで分かり、で、そこでね、ネズミさんが提案したことは、じゃあ一緒に、パン作りの研究をしませんかと、猫さんを誘い、二人で、研究をし始めました。で、そうしたところ、意外なアイディアが、ね、できて、そのパン祭りでも、大成功を収めました。そこでは、村のパン屋さんも、町のパン屋さんも、両方とも、お店のパンが売れてお客さんに喜んでもらえるという結果になり、つまりこうウィンウィンの関係になりましたとね。で、その後、町のパン屋さんも経営が軌道に乗って人気者の、パン屋さんになり、村のパン屋さんも町のパン屋さんも、
両方にとって良い結果に至りましたという続きがね、この展開になっていて、でネズミさんがその猫さんをね許せたこと、だって自分の工場を めちゃくちゃに荒らされてしまったのに、そんな猫さんの事情も分かって猫さんを許して、一緒にパンの開発を始めようという話を持ちかけることができたのは、一度ネズミさんがパン屋さんにその泥棒をしたことを許してもらったっていう、その記憶と体験があるので、ネズミさんにとってはその猫さんもを許すという選択肢が自然に出てきたのかなっていうね、でもしパン屋さんにネズミさんは許してもらえずに泥棒として警察に突き出されてたりしたら、ネズミさん のその後の人生も展開しなかったし、猫さんに出会うこともなく、猫さんを許すこともなく、うつうつとした人生を過ごして、ああまた泥棒やろうかなみたいな発想に至っていったのではないかというね。でね、このお話をここまで読んできてね、今ね話しててふっと思い出した本がアームジョーっていうね、レ・ミゼラブルかな、その本の中でジャン・バルジャンという、盗みを働いた男を神父さんが許して、その神父さんは自分の家の大切なものをジャン・バルジャンに盗まれたのだけれども、それを見つけても咎めずに、いや彼が盗んだのではなく私が彼にプレゼントしたのですと、でそのような扱いを受けたジャン・バルジャンはそこからもう人柄がガラッと変わって、もう盗みを働くこともなく、この立派な紳士に育っていって、そこでまた人助けを始めるという、この流れをパンドロボーさんの本では子供にさらに分かりやすく示しているのかなっていうね。パンドロボーさんの作者がレミゼラブルを知っているかどうかは分かりませんが、ね、皆さんのコメントを読んでいるうちに、一つの絵本に、ね、流れている価値観、それは多面的でいいっていうね、読み手によってそれぞれの解釈をすることもかで、でね、もう一つね、面白かったコメントは、世界一美味しいという言われても、それをパッと信じてはいけないっていうね、自分で試してみて本当に美味しいのかどうかを、自分が試すっていう、そのことも大切ですよというメッセージも含まれているのではないかというコメントをいただきのね、全然私の視点になかったコメントがいくつも含まれていて、こう絵本を読むね楽しさみたいなね、いろんな側面から、その作者のメッセージを引き出すことができるっていう、はい、そんな、楽しさっていうか、皆さんの、バラエティに富んだ視点にね、本当に敬服しましたというお話でした。実はね、まだ続きがあって、面白いエピソードもあったのですが、基本は許しと協力とウィンウィンみたいなね、そのテーマが流れているんだなということに気づきました。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。